横浜市営バス、本木営業所。横浜市営バス、本木営業所とは、神奈川県横浜市中区本木元町45の位置に位置する横浜市営バスの営業所の一つである。横浜駅と本木地区を中華街、小港橋経由で運行する路線。八系統は、磯子営業所と、共百四十八系統と六十三系統、深夜バスは、 本木営業所が単独で担当している。横浜駅を発着するバス路線としては数少ない土休日のみぶらり S バスが横浜駅から三 k 園にアクセスする三 k 園へのアクセス路線であり、桜の季節など三 k 園への来園者数が増加する時期にはし混雑となる便が見られることがある。本木車庫発着の8系統については道路の関係で 本目大里町本牧原間をオール袋で異なる経路となる。三軽園へのアクセス路線にもかかわらず、本目車庫横浜駅の8系統は三軽園に近いバス停、三軽園入口を経由しないで運行される。そのため、一部便は三軽園からのアクセスを向上させるため、本目始発で運行され、以下のような経路で運行される。なお、末退区間で、 同様の経路を取る106系統についても一部便が本目始発で運行されている。2006年3月27日より横浜駅前、貯木場前を急行運転する148系統の運行が開始された。この路線は中華街や山景園への観光客輸送を目的とした路線で桜木町駅から中華街入り口小港橋を経由して 本木地区へ向かう。急行区間では、横浜駅改札口、横浜方向のみ、桜木町駅前、中華街入口、山下町のみ停車する。2015年4月1日以降は、平日朝と、土休日のみ運行されている。363系統は平日同様に運行される、8系統の深夜バスで、横浜駅発のみ設定されている。元は、 浅間町営業所が横浜駅山手駅循環として運行していたが横浜高速鉄道港未来線開業の影響により翌年の二千五年二月二十八日に運行区間を変更して山下不動発着本目営業所担当となった二千十三年三月三十日の改編前は往路のうち山手駅山下不動駅は平日の夜間運休平日夜間及び土曜 被災日はすべて、山下不当入り口行きで運転。袋については、曜日に関係なく、山下不当発山手駅行きで運転されていた。しかし、多額の赤字を計上していたため、2013年3月30日より、減便をした上で、地元住民から要望されていた、山手駅前桜木町駅前に延長。山手駅前、山下不当便は平日のみの運行に変更した。 延長区間は、元の20系統の内中華街入り口、桜木町駅前が事実上復活する形となる。同時に停留所名の解消があり、神奈川自治会館は、芸術劇場 NHK 前、山下不動入り口の内20.26系統の、停車停留所は、横浜人形の家前に解消された。港の見える、岡公園上野町山手駅間に京愛路や、 旧坂が存在しや様町営業所時代は大型車を使用していたが、本目営業所に移管後は中型車または小型車を使用している。また、上野町山定期間は一方通行道路を走行する。そのため、山定期方面は鉄砲城通りと呼ばれる直線道路を、上野町方面はぐねぐねとした裏通りを走行するが、両方面とも停留署名は同じである。 ダイヤは平日朝10から18分、日中以降は約30分間隔、土曜、休日は終日約30分間隔である。2017年3月25日より、早朝の山手駅行便と夜間の山手駅発便を元町入口発着として運行している。浅間町営業所と共感、横浜駅、桜木町駅と新山下、 本木不登地区を結ぶ路線。馬車道駅前、山下橋間では8系統などとは異なり、山下公園前を経由して運行される。メイン路線は横浜駅、海釣り桟橋であるが、横浜港、シンボルタワーが営業している。時間帯は横浜港、シンボルタワー発着便が1時間に一本運行。休館日は海釣り桟橋業に変更されている。また、 わずかながら、本目車庫発着の便が運行されている。2004年1月までは、土休日のみ、山下公園付近の渋滞を避けるために、中華街入り口経由で運行を行っていたが、同年2月1日の港未来線開業のため、全日山下公園前経由で運行されるようになった。なお、現在でも、山下公園付近で行われるイベントやマラソン等で、 中華街入り口経由に経路が変更されることがある。2006年8月31日、利用客減少を理由に、D 特定入り口から、海釣り桟橋横浜港、シンボルタワーの区間退出以降が、神奈川県生活交通確保対策地域協議会に提出された。その後、横浜市生活交通バス、路線一制度対象路線となるが、現事業者、 交通局が運行を継続する方が有利な路線として運行事業者を公募せず2007年以降も引き続き市営バスが運行している2017年3月25日ダイヤ改正により横浜駅前発本木市民公園経由便が廃止され本木車駒駅は平日の朝1本のみに大幅に減便し平日朝の横浜駅方面の26系統は 急行便化され347系統として運行れている。急行区間は桜木町駅前横浜駅改札口前間のみとなっており、それ以外の区間はすべての停留所に停車する。臨時営業路線を参照。臨時営業路線を参照。根岸駅前と本木車庫前を結ぶ路線がメイン。急行は根岸駅前縦の高校入り口間が無停車。 朝の縦の高校入り口、根岸駅前間を除くで、往路が朝、袋が夕方のみ運行され、一部は日産工場を発着。97系統は急行運転のみだったが、1997年の改正で循環線が54系統から分離され、統計統に組み込まれた。2007年4月1日より、午前は中小企業団地先回り、午後は 横浜本木駅先周りの循環線が新設された。2006年8月31日、利用客減少を理由に、D 都定入り口から、海釣り桟橋の区間退出以降が、神奈川県生活交通確保対策地域協議会に提出された。その後、横浜市生活交通バス、路線1制度対象路線となるが、当区間は26系統に統合することとなったため、 この区間の54系統の運行は2007年4月1日に廃止された。また、急行系統に、根岸駅前日産工場横浜本木駅、根岸駅前線が新設され、確定系統は、根岸駅前本木市民公園前から、日産工場 D と定入り口、ネギ駅本木車庫前に変更された。その後2010年7月30日をもって、 D トッ入り口発着便が廃止された。根岸駅 D トッ入り口線は、D トッ入り口での折り返しができないため、廃止区間の海釣り桟橋まで改装して、折り返していた。2018年3月24日、97、系統の日中便に、根岸駅前発、時刻10時から15時59分までに限り、本目車庫前経由に変更。横浜駅から、 中華街、本木地区を経て、磯子駅、磯子車庫方面へ向かう路線。横浜駅前や本木原までは八系統と、同一経路を通る。平日日中の一部便は港、赤十字病院を経由して運行される。ほぼ全便が、磯子車庫前から横浜駅前を通して運行されているが、一部便は、桜木町駅や小港橋を始終着地とする、区間便となっている。 334系統は2014年9月1日より運行を開始した58系統の雨の日臨時である。前日の降水確率、横浜地方気象台前日17時発表の神奈川県東部地区6から12時の降水確率が70%以上の場合、小港橋発山下町業の便のみ運行する。58系統は磯子営業所と共管であるが、 334系統は本木営業所単独での担当となっている。往路は朝、袋は夕のみ運転される。以前は往路も修繕工場儀だったが2004年に三菱本木工場まで短縮された。修繕工場三菱本木工場は工場敷地内を走行するため関係者専用となる。百三系統は横浜駅東口と 根岸大間館を横浜駅根岸道路経由で運行する幹線系統である。横浜市電3系統の代替路線であり、アップダウンのある野毛地区、根岸地区や旧市街地を貫いて運行している他、終日運行便数利用が多い。横浜駅前根岸大がメインの運行となっているが、一部便は入出庫便として本木車庫前へ発着で運行される。 根岸し発着便に関しては竹頭営業所と共管であるが、本目車庫前発着便は本目営業所単独で担当している。根岸駅を発着する便は竹頭営業所の出入庫便であるため、本営業所は担当していない。市電に系統を継承した本目営業所の主要路線。元町、麦田長官は、旧、市電専用トンネルを抜ける。 以前は、市町前とまりや本木原発も設定されていたが、現在は、全便が、横浜駅前や本木車庫前の運行となっている。終日本数が多く設定されている。本木市民公園前、経由便は、横浜駅前発が平日は日中のみ、土曜、休日は、朝夕まで、本木車庫前発は、朝から夜まで運行される、一部運行のない時間帯もある。 2010年11月1日から、本目車庫前発の平日朝2便のみ、急行運転する328系統が新設された。ただし、148系統とは異なり、横浜駅前発の急行運転はなし。本目地域は、横浜駅、桜木町駅などの主要駅から距離が離れているため、2便とも満員になるほど好評である。 2015年3月31日まで深夜バス以外でもマカド経由便が運行されていた。これは2002年5月13日にマカド発着便を回送運転していたマカド本目車庫前を営業運転をする形で延長。しかし2004年2月1日の港未来線開業に伴う改正で127系統に置き換わる形で一度廃止。 その後127系統の廃止に伴い2007年4月1日に復活。運行は日中以降に毎時1本程度であった。しかし、本巻原マカド本木車小前館の利用人員が非常に少なく、2015年4月1日をもって深夜バスを除き廃止された。市電4系統を継承した路線で中区の本木地域から戸塚区にある 境目中学校を結ぶ長距離路線。105系統と同様に元町、麦田長官は旧、市電専用トンネルを走行する。一部便は本目市民公園前経由で運行される。保土ヶ谷駅東口発着便も設定されているが、こちらは浅間町営業所のみの運行となっている。8系統と同じく本目大里町本巻原間が大袋で経路が異なる。 また、大雪により、ゴンタ坂上坂井目中学校前間の運行が困難となった場合、ゴンタ坂上から先の国道1号沿いにある平和台折り返し場発着となる。かつては、平日早朝の本木車庫行きに、浅間町車庫を改装で出庫し、ほどが谷町2丁目交差点を右折して、旧東海道に入り、元町ガード交差点を左折元町橋交番前、 交差点を左折して元町橋交番前はじめで本木車庫前へと向かう便が存在したが現在は堺木中学校始発に変更されている。1989年に横浜ベイブリッジの開通と同時に新設された路線以前は首都高速道路を通るためシートベルト付き車両が専属で充当されていた。運行開始当初はベイブリッジブームもあり 乗客が非常に多かったが、ブームが去るにつれて、乗客数が減少したため、大国府島と横浜中心部を結ぶ、通勤路線としての路線性格の変更が行われ、大国府島内を経由する運用が誕生した。かつては、桜木町駅前、スカイウォークを中心に運転されていたが、2007年に桜木町駅前発着便が廃止されたことにより、観光路線としての性格は、 完全に失われ、通勤路線として生まれ変わった。また、特例を除いて、首都高速道路での立石運行ができなくなったため、2010年10月4日より、一般道経由へ、経路変更、ベイブリッジでは、下想部、国道357号を通ることとなった。これに伴い、横浜駅前の発着が西口20.21番乗り場から、 東口14番乗り場に変更となり、日中の運転も一部復活した。横浜駅前桜木町駅前のルートはかつて125系統が運行していた、港未来通り経由とされている。確定として運行される日中の2便を除き、横浜駅前、山下不当入り口は無停車となる、同じく急行運転する148系統などが停車する桜木町駅前、 中華街入り口、山下町も通過。山下不当入り口大黒不当内のベイブリッジを走行する区間は、距離が長いが途中に停留所が設置されていないため、確定便を含め無停車で運行する。2006年8月31日、神奈川県生活交通地域協議会へ一部路線の退出意向が出されたが、横浜市生活交通バス路線維持制度の適用を、 受けて、路線上とまでは、暫定運行される。2006年末に、横浜市生活交通バス路線の運行事業者が、決定したが、統計等に応募した事業者はなく、横浜市交通局と運行条件等に関して、協議を進めて、市営バスとして、現在でも運行を続けている。国道357号が、気象や事故、イベント開催の影響で通行できない場合は、 国道15号、大黒大橋経由、途中停留所は、無停車で運行される。地元住民の要望で2007年10月29日に、新設された。始発、終車を除く全線が、循環線で、山手駅東側の丘陵地帯である、本木万坂、本木緑川家地区を走行する。長況アイを走行するため、小型バスのポンチョが専属で使用される。 平日は朝が12から20分、日中25分、夕方以降は20から25分間隔。土曜、休日は毎時20から25分間隔でそれぞれ運行されるが、日中は外回りと内回りで交互に運行されるため、本郷町三丁目本目中体間の片方向は平日は50分、土曜、休日は40分間隔となる。平日朝の一部便は、 横浜双葉学園の通学にも利用されるため、多少混雑する。メインとなる、本木和田巡環線は、町内会館前を出てアメリカ坂を下ると右折し、本木和田消防出張所を左折し本木通りに出る。再び、アメリカ坂方向へ左折し、本木和田停留所に到着、山手駅方面へ戻る。日中の和田山口巡環は、 イオン本木店などでの買い物客を見込んだルートとなっており、和田山口先回りと本木緑が丘先回りの両路線が交互に運行される。また、合山通り入り口から大鳥り入口和田山口本木和田間は日中のみの運行である。本木地域は鉄道空白地帯かつ丘陵地帯も多いことから、この路線の開設は何年も前から求められていた。 しかし、経路途中の本木緑が丘周辺から、山定計は、バスと徒歩では、時間があまり変わらない子や、日中の和田山口循環は、人通りの少ない裏道を走行する等の理由で、赤字が続いている。また、山手駅発の終車も前の発車時間から約50分ごと、大きく間隔が開いていたり、電車の到着時間もあまり考慮されておらず、利用客は少ない。 休日のみ、安全のため住宅地中心部を避けるルートであったが、小型車でも助行しなければならないほどの非常に狭い道路であった。現行路線、愛称は赤い靴で2005年に一般市民への公募で決定した。なお、赤い靴の経路でもある山下公園には横浜の港から船に乗って旅立ったとされる赤い靴履いていた女の子像が設置されおり、 バス車内からも、かすかに見ることができる。横浜駅と3経園を結ぶ系統。2016年10月1日に運行開始。土休日のみの運行で、山下橋交差点 3K 園入口、停留所間では8.148系統と、同一経路を走行するが、こちらは、同区間内も急行運転を行う。原則として専用ラッピング車で運行されるが、点検。 整備などで一般車で運転されることもある。2006年8月31日に神奈川県生活交通確保対策地域協議会へ退出申し入れが行われ2007年4月1日に廃止された。D 取手入り口止まりは2010年8月1日に廃止。根岸駅桜木町駅線は本目地域から中区役所へ唯一直接行ける路線であった。 タイなど、平日と土曜日、2007年に、桜木町駅発着便が廃止されてから、全便が、首都高速経由で、横浜駅まで運行していた。しかし、首都高速道路での立席が不可能となり、2010年10月4日より、一般道経由へ、経路変更を実施し、首都高速道路を通るため、ベイブリッジをまたいで乗車する場合の運賃は、 通常の210円ではなく230円となっていたが、定期券や一日乗車券利用の場合は、加算運賃なしで利用可能であった。ネギー市駅からベイブリッジを渡ってスカイウォークを結んでいた。と休日運行の路線だった。系統番号は後に緑営業者の路線に使用されている。本目方面から港未来地区へ直通で行ける。 唯一の路線だったが、港未来線の開業に伴い、2004年2月1日に廃止された。循環線は54系統の逆回りで、2006年8月31日に、神奈川県生活交通確保対策地域協議会へ、退出申し入れが行われ、2007年4月1日に廃止された。港未来線開業に伴い、105系統。 マカド経由の古系統が経路変更した上で独立した路線。本目二丁目元町から港未来線の始発駅もよりへ行ける路線であったが、2006年8月31日に神奈川県生活交通確保対策地域協議会へ退出申し入れが行われ、2007年4月1日に廃止された。わずか3年ほどの運行に終わり、 その代替路線として105系統のマカド経由便が、服した。現在、54.108系統も廃止されたため、本目2丁目大和町、上野町を除くから、港未来線との接続は、馬車道駅、横浜駅まで行かなければならず不便となってしまった。桜木町駅本目車校、山本町、港赤十字病院経由で結ぶ、毎時一本の運行。 解説当初は本郷町から港赤十字病院当時は港湾病院間を本目二丁目経由で運行していた。基本的に134系統専用の中型車が運用に入っていたが大型車が運用を担当することもあった。横浜市が行った大規模な路線再編に伴い2007年4月1日に富士エクスプレス 富士急行グループへ移管、増便された。横浜博覧会後に誕生した路線で、当初は桜木町駅と横浜間、臨港パークを結んでいた。その後、桜木町駅発着の循環線に変更され、パシフィコ横浜、山下不動の運転を経て、1999年11月10日に廃止された。パシフィコ横浜の完成に合わせて開業した。 若葉台営業所と共同で、横浜駅桜木町駅を運行していたが、横浜駅発着の循環線や、京浜急行バスとの共感で、横浜シティアターミナル、初代、現、ポートサイドパシフィコ横浜線、桜木町駅カレンガパーク線が誕生した。2001年に162系統が誕生すると、平日運行に変更され、2002年2月1日には、 ポートサイド横浜駅を短縮。k 急は、続、横浜駅パシフィコ、横浜循環が廃止。桜木町駅赤レンガパークを142系統として独立させ、さらに141系統を赤レンガ倉庫まで延長した。2004年2月1日に廃止。現在は、k 急バスが、ポートサイド横浜駅パシフィコ横浜の路線のみを、引き継ぎ運行している。 2002年2月1日に141系統から分離されて142系統として独立した。2004年2月1日、145系統に統合を廃止された。142系統と統合後、本目も2005年2月27日まで一部を担当していた。2002年6月1日に新設、定期便で唯一、 第三橋ターミナルに乗り入れていたが、現在は運行していない。2009年6月1日の雨の日、臨時便運行開始と同時に新設された58、系統の雨の日臨時便。根岸駅発便は2011年5月30日に廃止。小港発便は2014年7月31日に廃止された。2014年9月1日からは、 運行区間が小港橋山下町に変更された上で、再び58系統の雨の日臨時便として334系統が運行を行っている。2007年3月19日、本木営業所担当便は滝頭営業所へ一貫した。市電3系統の継承路線。本木車庫前発着は出入庫で、わずかに朝日台発着の便も存在し、 横浜駅発は深夜バスとして運行された。2007年4月1日に、根岸駅前発着便が新設されるとともに滝頭、営業所と鶴見業所に移管された。横浜駅と赤レンガ倉庫を直行する系統。2011年9月3日に運行開始。以前は、所属車両の多くが三菱不創性の車両であり、二千四年の入札制度、導入前は、 本目営業所は三菱不走を導入メーカーに指定し、かつ標準借車を選択していたが入札制度導入以降は全メーカーが配置されるようになり車種構成も大幅に変化が見られる。ド・トラックス車は他の営業所から転属した車両で磯子営業所の申請配置だった標準借車も配置されている。日のブルーリボン E は少数ながらも導入している。2008年度は イスズ・エルガ・ロングワンステップ2009年から2010年にイスズ・エルガノンステップバスを大量導入した2010年後期に本木営業所では初めてとなる日のブルーリボン式ハブリッドが導入され2011年には8年ぶりとなる三菱不走エアロスターノンステップ短弱車も導入した2010年度末に小型中型関連の配置転換で日の レインボーとイスズエルガオトが入れ替わり、2013年度には、イスズエルガミオが、日の、レインボー E に置き換えられた。また、同じく2013年度には、横浜市交通局発の導入となるイスズ、エルガハイブリッドも廃棄された。4から3772から4から3776までが、日の、レインボー、PBHR7G 回の9メートル車で、 8から3905は BDGHR7、Java 回の10.5メートル車。2から3363は、キロボルト 234L3 改めで、ベース車が大型車の日のブルーリボン E に改められ、いずれも東京特殊車体のレトロ調の車体を持ち、登録番号が横浜 230X150 であることが特徴。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。